はい、こんにちは。天井を読めないと出られない部屋、実況を始めていきたいと思います。私は続けて撮ってるんですけど、皆さんはいかがお過ごしですかね？展示覚えてますか？もうそろそろ本番来ちゃうんですけど、忘れちゃった方は動画見直してみてください。はい、来たか本番。目も見れませんよ。多分これが最後かな。まあでも見てからやりましょう、やっぱり。おさらいしよう。展示は組み合わせ。曖昧なところを重点的に復習しておこう。じゃあ、一覧見とこっかな。はい、のメッセージ。あー、い、う、え、お。で、か行がこれ。か、さ、た、な、は、ま、や、ら、で、わーは、あ行じゃないや、母音を下にずらすと。や行もかな、下にずらす。そして、んが、ま行の何もないやつ、つが、真ん中の左側、伸ばし棒が、これやってないんだな、点々は。で、右上に、点がつくと、車種証とかになる。真ん中の右に点が来ると、濁音になって、下に点が来ると、半濁音になると。よし、いける。今のこの感じならいけるよ。この状態で来られると困っちゃうんだよな。一文字一文字分けてくれないと困る。これ、この塊で何文字あるんだろう。もう全然わかんない。わかんない。もうわかんない。わからなすぎて頭が停止してしまうんだが。おが下がってるように見えるから、よかな。用を除いた後、用音が来て、あ行。用にゃ？用にゃ？これが用になったとして、これうだとすると、ここの点一個のうってなんだ？あ、これ合ってるな。よくだな、多分。濁音だとすると、何の点なんだろうな。あー、難しいぞ。あ行の、だい、ちっちゃいつかな。よくだいまってって何？よくだいまって、よく、だいでかな、多分。ちっちゃいつではなさそう。だいで、どこまで読んだっけ？だい。これが多分点点で、これが、手でしょ。だから手に点点で、これただのおなのかな。で、これはひっくり返るから、和音は、ゆかな。そしたら、おゆ。いがひっくり返ると何になる？やゆよ、和音。お湯、おうなのかな？お湯を、ばー。で、ちっちゃいつかな？ば。あー、もうこれほら、どこがつなぎ目かわかんないもんね。ば、いいに見えるけど、いいじゃないかな。いいじゃないな。ここら辺。これちっちゃいつにしていいのかな、これ。ちっち
じゃあいつだとして、ば、あ行のただからバッタ何の話してんだこの人。バッタ、この点何、一個だけの点何、ここに入る点って、これ何、左に入ってんの、左に入ってんだろうな。じゃあお湯じゃなかったと仮定する。じゃあ、おはいいとして、もじゃなかったらこれは何になりますかって話だよね。んだとすると、んだとすると、下に点があると、うんに丸はつかないもんね。でもとりあえずは全体の文章を軽く訳して、難しいところを再度練っていく感じにしようかな。じゃあ一列目は訳しました。よく台でお湯をバタゴっていう意味のわからない文章になりました。じゃあ次行きましょう。へかな、へ、半濁音にあがつくって何、もうわかんない。半濁音にあがついてるのは違うな。半濁音にあーじゃなくてか、きゃ、でも、何これ、半濁音にかがつくわけがないので別人ですね。あ、普通に部屋かな、部屋。じゃあこれは何になりますか。部屋の音が分かんなくなっちゃったじゃん。部屋までは良さそうだったのに。あ行をひっくり返したとしても、でもラ行になるんだよな、子音が。そしたらなんか一個点がある。何の点なんでしょうかね。あ、ダメだ、今集中切れた。どこにどこまで読んだか分かんなくなっちゃった。部屋、何でもいいからとりあえず訳そうって言ったんだよな私。部屋といる、これは何になるかな。でもじゃあ、いだとして、といるに、これ何、これこの一個だけの点、普通の点かもしれないな。これ覚えてないってことは普通の点かもしれない。といるに、もしくは、あ、でもこれ丸が意味わかんなくなるな。手だと考えたら、てるに一緒だな。てるに、あ、またわかんないのが出てきた。これ調べに行こうかな、なっちゃうかないから。これウォなのかな。イのひっくり返ったやつって何なんだろう。イっていうか母音のイを下に下ろしたやつってなんて読むんだろうな。やいゆえようで全然わかんないんだよな。わおん、わからん。なんかお腹痛くなってきた。ちょっと待っ